今日はですね、いつもとは違ってエレキギターの話なんですけども、僕もともとエレキやってたんですけどね、実はアコギレキの方が短かったりするんですけど、 今日はですね、ロック史上ですね、僕が思うに歌唱評価されすぎている極上ギターサウンド5000みたいなね、あの動画をお送りしたいと思います。なんか有名なギタリストでも皆さんの好きなギタリストでもね、なんかこう、これかっこいいんだけどな、すげえ評価低いよなっていう曲って絶対いっぱいあるじゃないですか。今日はですね、僕が思うそんな曲というかですね、ギターサウンドにちょっと着目したね、歌唱評価されている曲5000をね、お送りしたいと思いますよ。 まあこれ第5位から第1位とかそういうことじゃなくてね、順位は関係なくね、5選あの、お送りしたいなと思います。で、まず1曲目ですね。えこれね、バンヘイレンです。バンヘイレンなんですけどね、あの、AD さんが亡くなって、それについての動画もね、別で撮ろうかなと、そろそろね、ファンの皆さんもね、涙が枯れてきて、落ち着いた頃かなって思ってるんでね、ちょっとなんか特集じゃないですけど、僕の思い出なんかを語る動画を出そうと思ってるんですけど、バンヘイレン大好きなんですよね、僕ね。で、バンヘイレン3っていうね、アルバムがあるんですよ、皆さん。 で、僕ね、バンヘイレン3がですね、ちょうどタイムリーというかね、あの、ギターを始めた頃、高校3年の時に、バンヘイレン3ってアルバムが出たんですよね。まあ、ボーカルがね、あの、その時代によって違いますけどね、初代のね、えっ、ー、と、デイビッド・リー・ロスとね、2代目のサミ・ヘイガーでね、すごいアメリカのチャートはね、席見したんですけれどもね、大きく分けて、そのね、2人の時代が長いんですけど、その3人目のボーカルとしてね、ゲイリー・シェローンですね、迎えて、 発表したアルバムがヴァン・ヘイレンヘレ3ででありますすけれどもですねこのアルバムのギターサウンドがね、もう極上なんですよ、皆さんね。すごい歌唱評価をされてて。ヴァンヘイレンほどのすごい腕ギタリストでも、まあアルバムによってはこんなに歌唱評価をされてしまうんだなっていうことでね。で、このゲイリー・シェロンというボーカリストがですね、エクストリームっていうバンドでね、すごい有名になってね、あの全米ナンバーワンも撮ってる90年代に活躍したバンドだったんですけれども、そこのボーカル、エクストリームのボーカルが、 バンヘイレンに加入ということでね、すごい興奮してたわけですよ。高校3年生の僕はですね。エクストリームっていうバンドも大好きだったんですけどね。すごいワクワクしてました。で、そのバンヘイレン3っていうアルバムが出て、アルバムを買ったんですけどね。まあ最初思ってたような曲調っていうかね、その、期待してたのとは確かに違ったんですよね。違ったんですけど、なんていうんですかね、この噛めば噛むほど味が出てくるようなね、そういうアルバムでした、これはね。で、未だにそのギターサウンドだけを取ると、これもバンヘイレンのアルバムの中でもね、 群を抜いてるんじゃないかなってね。まあ、好みの話にはなっちゃいますけど、それぐらい極上のサウンドだと僕は思ってます。で、特にこのね、アルバムの1曲目の Without You っていう曲があるんですけどね。あの曲が始まる時の、なんていうんですかね、この、まあ、ドラムから始まって、ピックでこのギタースクラッチから入るんですよ。この1曲目の Without You ですごい衝撃を受けましたね。なんでこんなギャンギャン鳴ってるのに、あったかいトーンなんだろうっていうね。 これは絶対真似できない。彼にしかね、出せないトーンなんでしょうけどね。それはまあ、しょうがない。それは分かってるつもりなんだけど、なんでこんな音が出せるのっていうね。そういうギターサウンドです。本当にすごい。絶叫してるのにあったかいんですよね。なんていうんですかね、このまろやかなタッチがね、あるんですよね。で、その頃に、バンヘレン本人が、p ーのね、エディ・バンヘレンモデルあるじゃないですか。ウルフ・ギャングか。 シグネチャーギターがあったんですけど、そのギターをね、ラインナップをいろいろ出してたんですよ。出してたっていうか、あの、発売してないのも含めて、いろんなスペックのこの彼のシグネチャーモデルをライブ用に用意してまして、で、ヤングギターがそういうのすごいね、機材の特集得意なんでね、ヤングギターっていう雑誌を僕あって読んでたんですけどね、なんかこう、ライブのバックステージに行って、ギターを写真を撮るみたいな、そういうのあるじゃないですか。で、インタビューをするみたいなね、そういうの見るのが大好きだったんですけど、 まあそんな特集を見ながらね、ああこのギターからの極上サウンドが生まれるのかみたいなね、あのそんなこと思ってました。で、同時期に確かビーズの松本さんと対談があって、で、ヤングギターに表紙ってね、載ってましたね。あれ多分バンヘイー3が出た後だと思うんですけど、あのビーズで言うと多分ブラザーフットっていうね、あのアルバムの時代なんじゃないかなと思うんですけどね。まあ両者ともね、ギャンギャンのハードロックっていうね。 そういう時代でしたね。えっ、ー、と、僕は高校3年生の時ですね。1999年、98年ぐらいでしょうかね。で、もう一曲、あの、聴いてもらいたいんですけど、その、バンヘイレン3に入っている、Fire in the Hall っていうね、曲があるんですけど、これがまたね、かっこいいんですよ。リフもかっこいいし、なんかこう、ギターソロもね、真似できないタイム感で、その、バンヘイレンってね、その、すっごいタイム感がいいんですよね。抜群なんですよね。 これあんまり語ってる人いないんですけど、なんかソロがかっこいいとかテクニックの話をする人はたくさんいるんですけどね、彼のタイム感を話す人ってあんまりいないんですよね。で、これがすごいと思うんですよね。で、それが僕はね、全然真似できなかったっていうかね、コピーしても全然できなかったんですよね。そのタイム感を出すことができなかった。何が足りないっていうのが当時ね、あの全然わかんないんで、やっぱりね、高校生ですからね。 で、今、エレキギターやってたら徹底的に研究してるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、で、頭からめちゃめちゃ長くなっちゃいましたけど、2曲目ですね。これ、えー、オーディオスレーブですね。オーディオスレーブの、えー、ライカストーンっていう曲ですね。で、オーディオスレーブ、トム・モレロっていうギタリストなんですけどね、あの、全然歌唱評価されてないじゃんっていう思われる方もいると思うんですけどね、ギタリストの間からは結構ね、あの、賛否両論ありましてですね、なんかこう、エフェクトありきのギターソロを、効果音的にギターを使ったりとかね、あの、スクラッチもなかなかかっこいいギタリストじゃないですか。結構テクニック テクニカル系のギターというかね、そのギターギターしてるね、ギタリストからはね、賛否両論ありまして、僕もどっちかっていうとハードロック、ヘビーメタル系だったんで、まあテクニカルなギターソロに憧れてたタイプなんですけど、オーディオスレーブのファーストアルバム聴いた時にぶっ飛びましたね。冒頭のリフでま,まずぶっ飛びまして、すごいかっこいいんですけど、なんか感想でギターソロがないっていうことにね、衝撃を受けましてね、またそれでもぶっ飛びましてね、価値観がぶっ飛びましたよね、まずね。 で、文句なしにやっぱりギターソロがあろうがなかろうがかっこいいものはかっこいいんだなっていうことをね、教えられたアルバムでした。で、このライカストーンっていう曲は終始トレモロの効いたね、シンプルな軽いタッチのね、ターンオンリフなんですけどね。もうそれがまたね、なんかかっこいいんですよね。で、僕、さっきも言ったんですけど、ハードロックエビメタルよりばっかり聞いてて、レッチーとかあんま聞いてなかったんですよ。で、レッチーとか聞いてる人はそういうかっこよさをね、よく知ってると思うんですけど、僕当時はね、知らなかった。 で、このライカストーンって曲を聴いたときに、うわ、こんな必要最低限のギターでこんなにかっこいいもんなのかと、それに衝撃を受けましてね。で、さらにこの曲のギターソロでね、衝撃を受けましたね。<laughs> あ,のあの、僕がやってたようなどんだけ歪ませたギターサウンドよりもですね、すごい叫んでるんですよね。あの、これはすげえなぁと思って真似してみたいと思った曲がありますね、トム・モレロの。え、ライカストーンね、曲もいいしね、ボーカルもかっこいいんでね、ぜひ聴いてみてください。 はい、じゃあ3曲目ですね。これちょっと古いですよ。バンデンバーグというね、あのバンドのトゥーレイトっていう曲ですね。これはね、ちょっとね、歌唱評価というよりはもう忘れ去られてねえかっていうね、感じの僕の <laughs> 懸念なんですけどで、このバンデンバーグっていう、 バンドはですね、エイドリアン・バンデンバーグっていうギタリストを中心に組まれたバンドでしてね。まあ80年代のハードロック全世紀の頃にね、ヒットしたバンドなんですけど、で、このトゥーレイトって曲ね、あの、すっごいダサかっこいいんですよ。本当にサウンドもダサかっこいい。曲のアレンジもダサかっこいいっていうね。 僕より年下ね、若い世代の人に聞いてみてもらってね、感想をぜひ聞かせていただきたいですよね。あの、若い方ぜひコメントに感想をいただきたいのでお願いします。このギターサウンドもね、そこまで枯らした音で撮っちゃうんだみたいなね。うまいんでね、それがクリアなんですよね。で、またこの、ボーカルもいい味出してますしね、その歌い方もちょっちょいダサなんですよね。 で、このドラムのね、エフェクトもね、あの、タムの感じとかね、すごいダサダサなんですよね。<laughs> で、ギターソロがですね、最初すっげえタッピングから入るんですよ。前半タッピングみたいなギターソロなんで、ああ、こう、タッピングを駆使したギターソロなんだなぁと思って聞いてたら、その後にね、めちゃめちゃかっこいいギターソロが入ってるんですよね。ここのギターソロはね、ロック詞の僕の中で本当にもうトップ5に入るんじゃねえかっていうね、ギターソロなんですけどね。バンデンバーグのね、トゥーレイトっていう曲のね、ギターソロぜひ聴いてみてください。もうめちゃめちゃ めっちゃセンス抜群です本当にあのメロディーセンスもそうだしギターっていう楽器でしかできないようなメロディーを歌ってるんですけどもうこのねセンスですよねやっぱりこれはねあのどういう風に作られたギターソロかっていうのはねちょっとわかんないんですけど僕も、ね、インタビュー探してみたいなと思うんですけどあのめっちゃめちゃかっこいいですメロディーもタイム感ももう完璧っていうようなねギターソロですねまあダサかっこいいですけどねまあこれが3曲目ですねバンデンバーグのトゥーレイトをぜひ皆さん聴いてみてください で、3曲目ですね。これね、ジェフベックです。ジェフベック。で、ジェフベックのコメントをすると、やっぱりこの好きな人も、世代が広くね、たくさんいるんでね、あの、いろんな意見をいただくんですけど、まあ、ジェフベックっていろんなスタイル、キャリア長いですからね、いろんなスタイルをやってまして、で、アルバム3枚ほどなんかテクノ系によったアルバムがあるんですよね。で、そのアルバムの中の一つに、You Had It Coming っていうね、アルバムがあるんですけど、その中に Dirty Mind っていう曲が入ってます。このね、Dirty Mind のギターが、 えげつないです。本当にえげつない。これね、僕ね、バンヘイレンとね、ジェフベックにちょっと共通して言えるなってことがあるんですけど、一つありまして、あの、よくなんか、いいギターの例えで、歌うようなギターとかってよく言うじゃないですか。歌ってるようなギターみたいなね、泣きのギターとかってよく言うじゃないですか。もうかバンヘイレンとね、ジェフベックに関してはね、もうなんか動物のお叫びみたいなね。 そういうい凄まじさがあるんですよもちろんね歌うギターもね両者とも全然弾くんですけどそういうところに僕弾かれやすいのかなって思ったりもしましてこのは、ね「Dirty Mind」はいきなり突破締めのリフからもうぶっ飛んでます本当にぶっ飛んでるでこのテクノに行った3枚アルバムあるって言うんですけどあと2枚がですねその「WhoElse」っていうねアルバムがあるんですけどここから始まったんですけどね「WhoElse」があって「y o u h a d i t c o m i n g があってその後 Jeff」っていうね自分のファースト名もタイトルにしたアルバムがあるんですけどこの3枚ともねあの嫌いな人は嫌いなん 本当に。特にあの昔のロック時代のジェフ・ベックが好きな人はね、うんって言うんですけど、かっこいいですよ音楽的に。すごいかっこいいえ。僕特に好きなのがジェフっていうアルバムなんですけど、もうなんかね、映画音楽みたいなんですよ。本当に。かけた時になんかすごい情景を頭に思い浮かべてしまうみたいなね、絵が浮かんできちゃう、そういうアルバムです。まあギターはこうあるべきだとかギターサウンドっていうのはこうあるべきだっていう風なね、あんまりそういうジャッジメンタルな考えのない人にはぜひ、 あの、おすすめしたいなと思います。めちゃめちゃかっこいいです。で、5曲目なんですけどね、これもね、すごく過小評価されてますね。ミスタービッグです。ミスタービッグの Get Over It っていうアルバムがあります。で、このアルバムはですね、ミスタービッグの元々のギタリスト、ポール・ギルバートが脱退しまして、その後にリッチー・コッツェンを迎えて発表したアルバムなんですけれども、ポール・ギルバートってあんなにすごいギタリストの後釜として入ったわけですから、すごいプレッシャーもね、あの、いろいろあったと思うんですけど、で、復活第1弾として出したアルバムが、この Get Over It っていうアルバム なんですけどねこの1曲目に入ってるねエレクトリファイドって曲があります。エレクトリファイド。これがね、あのー、めちゃめちゃ好きなんですよ、僕。まあなんかゴリゴリハードロック時代のね、デビュー当時のミスタービッグのファンは、やっぱりこう、サウンド的に物足りないとね。 ヘビーサが欲しいとかね、言ってたりもするんですけど、僕の感想としてはですね、こんなこともできるのか、この人たちはっていうのと、曲がね、シンプルだけど全然スッカスカじゃないっていうね、そういうかっこよさを教えてくれたアルバムでしたね。その1曲目のね、あの、エレクトリファイドっていう曲はね、ぜひギターソロを、ね、聴いてみてください。このギターソロもですね、あの、僕の中ではトップ5に入るなっていうようなね、もう頭から最後の1音までね、あ完璧だなっていうようなギターソロです。僕にとってはですよ。のやっぱりこのギタリストにとって このトーンっていうのがね、あの、個性じゃないですかね。で、このリッチ・コツエンのこのエレクトリファイドのギターソロのトーンは本当に素晴らしいですね。もう極上サウンドっていうのはこのことかなっていうよね。まあ、極上サウンドって言ってますけどね、な,そのなんていうのかな、インパクトすごいとかそういうことじゃないんですよ。本当にもうなんか、もうすべてがちょうどいいみたいなね、そんな感じなんですよね。このギターソロのメロディーもめちゃめちゃ素晴らしいんですけども、タイム感がね、本当にやばいんですよね。 もう本当にやばい。こんなギターソロをね、思いつけてね、こんなギターソロをライブで弾けたら本当に気持ちいいだろうなってね、僕は思います。まあ、YouTube にライブバージョンもね、結構あるんですけどね、うんと、やっぱりこのスタジオバージョンをね、スタジオレコーディングバージョンを聞いてもらいたいなと思います。本当に極上。 まあ、ちょっと長くなっちゃいましたけどね。あの、僕が思う過小評価されすぎてる極上サウンド5000お送りしましたけどもね。あの、皆さんの知ってる極上サウンドもね、ぜひコメント欄でえ教えていただきたいなと思います。まだまだ僕の知らない極上サウンドがね、世の中にはあると思いますのでね。あの、ぜひぜひ教えてください。それでは。